慶応義塾大学理工学部機械工学科加藤研究室では、ものづくりに欠かせない設計・デザインを効果的・効率的に行うための理論や方法論と、それを応用したものづくりに関する研究を行っています。近年、製品に対するユーザー要求は多様化しています。このため、製品の多機能化・複雑化はもとより、製品・デザインのプロセスも複雑化しています。私たちの研究室では、製品の設計やデザインを効率的・効果的に行うための手法やツールの開発を行っています。加藤研究室では、設計における複数の仕様や評価を最適にする最適設計、仕様や工程を管理し、手戻りを抑制するデザインマネージメント、人の感情や印象を評価する感性デザインの3つを軸に研究を行っています。当研究室では、最適設計の中でもロバスト最適設計に注目しています。最適設計は製品、性能が最良となる設計パラメータを設定しますが、ロバスト最適設計では性能の良さだけではなく、製品の使用者や使用環境などのばらつきによる性能のばらつきですね、こちらも小さくします。単にばらつきが加わっただけかと思われるかもしれませんが、ばらつきを考慮すると最適化に必要な計算量が大幅に増大するということがあります。当研究室ではそれを効率的に最適化するアルゴリズムを開発しています。またデザインマネージメントの研究では、設計者に求められる正確でスムーズな作業をサポートするための手法を検討しています。設計者デザイナーは設計デザイン対象において検討すべき膨大な項目を整理調整しながら設計デザインを進めていきます。それがうまくいかないと、設計変更や仕様変更など、それによる手戻りですね、そういったものが生じて、開発コストや開発期間が増加してしまいます。このため、設計、デザインの管理、マネジメントというのはとても重要です。当研究室では、設計、デザインにおいて検討する多数の項目の関係性を整理するための分析ツールを開発しています。加藤研究室では、設計に関する顧客要求、機能、物理特性、部品などの複雑な関係性を整理することが可能な品質機能展開や設計構造マトリクスという手法を応用して、それらの関係性を視覚的に分かりやすく表示できるツールを開発し、さらにこれらのツールを用いた製品開発も行っています。感性デザインに関する研究では、2次元・3次元形状における美しさの評価方法について検討しています。多くの芸術作品や建築に見られる黄金比のように、美しいとされている形態には何らかの隠れたルールがあると言われています。このようなルールを見つけ出し、美しいということを定量化できれば、製品のスタイリングデザインを支援できる可能性があります。当研究室では曲線・曲面形状に着目し、曲率の変化量に関する指標を用いて、複雑さや秩序などといった美しさに影響するとされる形状の認知特性を評価するシステムを提案しています。また脳血流の変化を計測する NIRS という装置を用いて、人がデザインを見た時に感じる印象を定量的に評価しようとしています。これら3つの研究テーマを軸として、今後加藤研究室では設計のプロセスや人の感性を定量化することで、 AI との協調設計や自動設計の実現を目指しています。私たちはこれらの研究を進めていくことで、設計デザインの実務を改善し、ものづくりの産業に少しでも貢献することができればと考えております。